まあ今日7月7日で七夕ということで、まあせっかくなんで七夕話でもしようかなと思いまして、みんななんか願い事は？短冊書きましょう。いや、じゃあちょっとみんな短冊書いてきて、紙。なんでもいいや。あ、看板立てるか。看板立てよう、看板。看板適当に、どうしようかな。俺見てないから、見てないうちに、ここに、看板並べて。ここに、願い事書いて並べて。みんなが書いてる間に、なんか、俺が七夕の願い事今書くならってやるか。なんか、普通に登録者、1000人かな。普通に登録者1000人かな。今書く、短冊にお願い事書くなら、登録者1000人になりたいです。そもそもさ、七夕ってなんで願い事叶うの？何理論なの？何理論で七夕だと願い事叶うの？七夕願い事なぜ？日本の風習じゃねえのこれ。織姫と彦星の願いが叶うからそれに便乗、そういうことなの？七夕に願い事をするのは中国の宮中行事、亀甲伝が由来です。七夕伝説の織姫にあやかり、女性の木折りや裁縫の上達を願う風習がありました。はあ、現在も、日和に限らず、書道や芸術の、芸事の上達を願う行事として続いています。はあ、奈良時代に、この亀甲伝が日本に伝わると、宮中行事の一つとして定着していったようです。へえ、はあ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 。また、里芋の葉に溜まった夜露を天帝からの授かり物と捉え、夜露を混ぜた炭で書くと願い事が叶うとされていたのです。これらの風習が七夕には短冊に願い事を書くという形に変わり、現在に至っていますと。あ、なるほどね。もともと芸事が、まあ、旗折りとか、それ系が上手くなると、裁縫が上手になるよっていう、あれだったのね。織姫が多分、その彦星のためになんか旗折るのか知らんけど、それにあやかって、そういうのが上手くなりますよっていうのから、まあ、いろいろ紆余曲折あり、今の短冊に願い事を書くと、願いが叶いますよっていうのになったということですね。はい、書き終わった？待って、はい。みんな結構真面目に書くんだね。ちなみになんか、当てるから俺が。俺が誰の願い事か当てるわ。ちょっと面白い要素加えよう。普通に願い事書くんじゃなくて。できた？カルパスさんのそれ何なの？今日なんか。鼻水みたいについてるけど。ほくろ？ほくろなのそれ。第3の目。普通おでことかにできるもんじゃないのそれって。あ、春いるってことは終わり？できたね。はい、じゃあみんな見ていきましょう。はい。じゃあ左側からいきますか。もうほんと誰のかわからないので。権力、地位、名誉、富、金欲しい。ソフト。違うのかな？まあいいや。あ、当たってる。もうこれソフト。はい、これはソフトですね。PVP 強くなりたい。これグリードっぽいな。あ、大鍋。大鍋、まあ、候補が何人かいる。大鍋、グリード。眉。まあ、そのあたりかな、多分。まあ、ちょっと保留にしますか。ポルさんが収益化できますように、進級できます。これバークでしょ。これバークでしょ。この赤いの。これ何なの？これ全部一人？全部同一人物？あー、これそれぞれ別人が金くれ、マジで。早くコロナが収まって大人数で遊びに行っても何も言われない時代がまた来ますように。全部同一人物。7月17日のネタがうまく面白くなりますように。ポルさんが伸びて動画が人気にあと100デイズ死にたくない。これグリードかな。この看板が面白いと思われますようにウェイ、これソフト。ハウルか大鍋だな。願い事、短冷に願いを書いてそれを吊るすだけで願いが叶うような世界になりますように。これはリクポンかな。紐になりたい。鼻くそをピンと弾いた時に指にひっついてきませんように。はは。え、これぜ、これそれぞれ2、4、5、6、7、8、9、10、11。は？多くね？なんかソフトがこれだから実質8では？なんか多くないか。おい、なんか2個立てたやついるだろ、これ絶対。答え合わせする？待って、まだ。待って、もう、いや、もう埋めるわ。これはまあソフトでしょ？なんかこの投げやり臭いやつが、あ、まあこれがバークでしょ。これバークでしょ。赤バーク、これソフト。
あ、そう、後ろ行って、後ろ行って。看板の前に立って。看板、後ろか。看板の後ろに立って。ソフトバーク、金くれ、マジ、ハコンサムって、ニワニワニジグ。この真面目なこと書くやつ、グリードかミーかリクポンな気がするんだよな。これは、ハウル。これ、ハウル。100 days 死にたくない。むずいな。これグリードな気がしてきたな。これグリード。この3つ。願いが叶うよ。これ1人かな、多分。これ、マユ。マユ、これ。これがカルパスさんかな。これ、じゃあ、これ大鍋。これ。この PVP 強くなりたいが大鍋。はは、わかんねえ。これ、リクポン。紐になりたいがカルパスさん。はい。じゃあ答え合わせいこうか。これはこのソフトの立ってるやつはこれ合ってるんでしょ？ソフトでしょ？これ。これソフトでしょ？これはこれ眉？マジ？あー、マジかー。これ眉だったかー。じゃあ移動お願いします。まあ、これ赤いのはバークでしょ？正解登録者みんなし頑張ろうぜ。頑張ろうな。金くれマジでよ。これ誰が立てたんだ？これカルパスさんとか立てたんでしょ？どうせ。これ誰？金くれマジで。あ？これ最初それだったけど壊した。あー、じゃあラグで壊れなかったんじゃない？じゃあまあ、これは？これミーでしょ？違うん。これじゃあリクポン。ノー。これ誰？僕でーす。あー、これダイナベか。ソフト、マユ、バーク、ダイナベ？まあ、すごく真面目なこと書くな。で、これグリードでしょ？まあ、これグリードだな、やっぱり。なんか主張強そうだと思う。これ、ハウルでしょ？これ誰？これリクポンか。あー、これリクポンか。で、これがカルパスさん？隣カルパスさん。紐になりたい誰？お前か。あー、そっかそっか、そういうことか。あー、これで、揃えましたね。はい、カルパさんのお願いを鼻くそをピンと弾いた時に指にひっついてませんように、いい紐になりたい。リクポン、まあ、いい世の中になる。ハウルは、面白いと思われますように、まあ、おつまんない。フリード、多分死ぬ。早くコロナが収まった大人数、大人数遊びても真面目。バークは一緒に頑張ろうね。PVP 強くないで頑張って。まあ、お前はもうまんますぎるわ。はい。まあまあまあ。まあまあ、こんなもんじゃないか。だってこれ面白くないだろ。これどうしたらこれおもろいんだ。あ、壊しちゃった。どうやったら今のが面白くなるんだ。はい。ということで、いいですね。まあまあ、こんな感じで、なんとなく、多分、うまくいくでしょ、きっと。みんなの願い事が叶えばいいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。登録者1000人早く行けばいいね。はい。お疲れ様でした。さよなら。